い、どうも、はい、はい、今日は何でしょうか。今日は食べ合わせです。はい、イエイ、はい、イエイ。今日はね、意外な食べ合わせということで、はい、まず用意したのがこちらバニラアイスクリームですね。はい、とこちらが醤油になります。これを合わせると美味しいらしい。はい、っていう、うわ、鈴木くんが溶かそうっていうか溶かしてた結果これです。いや、いやいや、バニラほら、大丈夫だよ。うわー、ちょっと、全部出しちゃったらさ飲めないよ、そんなの。大丈夫、食べるのの責任なんて。うん、大丈夫、食べる。本当にね、うん、美味しく食べますよ。私ちょっとしか食べない。分かった。醤油加減は任せてよ。いや、それはじゃんけんで負けたほうにしない、責任持とうよ。あ、いや、いや、食べないよ。分かったよ。さあ、じゃあ、グーグーじゃんけんぽい。このね、ちょいって振るの。いや、なんか一応さ、振っといた方がいいじゃん、なんか、はい、バニラアイスに、醤油をかけるとある食べ物になるということが書いてあったんですけど、ちょっと、うわ、なんか見た目的にはなんかやばいんだろうな。うわー、うわー、やばいわ。ちょっとこれだけにしよう、最初は。うわもうこの時点で結構やばいんですけど、うん、まあこういった形で見えるかな。ちょっと見て、見せる。一応さ、かけましたっていうのさ、ちょっとなんかグルーじゃない、はい、醤油をバニラアイスに今かけました。はい、じゃそれでは実食。実食、はい、じゃあ、うわ、実食。あ、意外と結構美味しいやつですね。うん、うん、これはぜひやった方がいいかもしれません。割といける。これ美味しいやつですね。と、一応みたらし団子風の味になるということだったんですけど、あ、割とみたらし団子ですね。うん、だね、うん、終わり、うん、はい、じゃあ感想を最後言ってください。はい、はい、バニラアイスと醤油はみたらし団子でした。はい、以上、バイバイ。意外な組み合わせあったら教えてください。ヨーグルトとキムチも美味しいらしい、ね。